浮器が捜索したところ、転覆した船と浮き具などにしがみついている乗組員を見つけました。中国からの情報では船は漁船で、10人の乗組員のうち5人は別の中国漁船に救助されたということです。残り5人は行方不明で、海上保安庁の航空機が捜索を続けましたが、今のところ発見されていませんという記事なんですけれども、まあ、これ海上保安庁の皆さんお疲れ様ですというのはまず頭が下がるのとですね、はい、どうしても連想することがあるんですね、この会議だと。今の中共ではない、もっと昔の話ですけども、はい、尖閣諸島沖で、中国 の、 あの船が沈没して、それをその助けて日本側がですね、そしてそれをその中国側が、感謝状を日本政府に送ったっていうのは有名なものがありますよね、はいはい、あの尖閣は昔から日本領だと認知していたことの証拠でもあるわけですけども、当時中華民国の頃ですよね、うん、はい、はい、まあ、本当にね、だからそういうことを思い出します。日本人はね、ちゃんと人道とかそういうのを大事にしますから、当然助けますしね、うん、でからそれでまずさっきの話に戻るとですね、はい、あの海保の船と今海警の中国の海警の船って大きさが全然違って、とても立ち向かえないんですね。しかも特に最近その向こうは大型の砲台みたいなものをつけた船まで持ち出してきてますね、で今言われているのはその海上自衛隊の退役艦のね、はい、まあ、その大きな護衛艦ではないにしても、まあ、ある程度の規模のやつをですね、海保にそのまあ引き渡して使っていただくのはどうかなっていう案があるそうで、まあ海保はあんまり面白くないかもしれませんけど、そうは言っても背に腹は代えられませんのでですね、はい、そういうことも今後どんどんやっていくべきじゃないかなってことも考えましたね、そうですよね、うん、一番いい形の再利用、そう、だって海保の船だとやっぱりなんかこう攻撃された時にもうね、装甲の厚さがね、沈んでしまうぐらい危険を持っているわけですよ、はい、要は軍の対応じゃないじゃないですか、安倍さんおっしゃったようにね、海事のものだったらそれなりにいくら当たってもそのシャットダウンされて全部が沈むわけではない、やっぱり軍対軍、もう向こうがね、昔そのやはりその鹿児島沖でしたっけ、北朝鮮の船がね、はい、追っかけられて自沈したってことがありましたよね、はあはあ、そしてその自沈した船私も見ましたけども、引き上げられたやつ、だから RPG-7 っていうこうね、こう、あのまあ、人間が使う砲まであって、あれまともに命中してたらば船沈んでたんじゃないかって言われますけどね、もう結構本当に危険と隣り合わせですよね、5000トンを超えるクラスでしたっけ、海底の、ね、船はね、船というか、まあ、実質軍艦なのかもしれませんけれども、でせっかくこうやって助ける救出してね、日本政府が助けるので、しっかりとやっぱりこれを上手に海外に広報して、日本はこれだけ中国に嫌がらせされても冷静に人道をね、重んじて、まあちゃんと行動しているということを一部始終、どうやって助けたかとかね、映像流せばいいですよ、国際社会に向けて、はい、と後でまた中国がアホみたいにこう入ってきてキャッ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 やった時にです、スーッとこうね、動かす、どんどんやればいいんですけどね、でも、むしろ日本政府の今までやってきたことは、例えば中国漁船衝突事件の時はね、あれは民主党政権の菅内閣ですけども、わざわざその海保が即日公開しようとしていた衝突映像を官邸の官邸が止めたわけですからね、あれ石木さんが出さなかったらもう見れなかったですよね、その通りですね、はい、で石木さんがあれを流したらなんか当時の戦国官房長官たちがね、滞在人であるかのように批判してましたけどね、まあ、こんなものはどんどんやるべきなんですね、本当ひどいんですよ、映像公開してないんですよ、つい先日も石垣島でずっと尖閣で漁をしている方にね、与那国って言ったかな、知り合いに聞いたんですけれども、本当にその写真を見せてもらって、もう中国の船がすぐ近くまで来ていて、親子代々ずっと安心して漁業活動していたのに、もうそういうのができない状況になっているとか、そういうのね、日本のマスコミ映像でなんで伝えないのかっていうことですよね、おかしな話、自国の領海で、最近そのステージが変わったことの一つとして、その中国の海警その他の船がね、日本の漁船を追い回す例がね、以前より増えてるそうなんですよね、
まあ、こういうのもね、でもそこで一触即発の事態とか作って、うん、地域紛争みたいなものを起こして、それを口実に尖閣占領ということがね、まあ、彼ら描いてるかもしれませんしね。あの民主党政権末期の時には、本当に尖閣占領計画があって、実行するはずだったんだけど安倍政権に代わって、かなりこのしっかりと対応を取るようになったんでやめたっていう情報もありますけどね。タイミング的に悪評を踏むようなね、はい、ありがとうございました。すいません、お話し尽きないところなんですが、ここで一旦ですね、視聴者の皆様には DHC テレビからのお知らせお許しください。お知らせ後は大高さんと阿比留さんをお迎えして臨時に緊急企画ご用意しております。最後までお見逃しなくどうぞ。この間換気消毒タイムを、はい、恒例のようですが申し上げさせていただきました。お手数恐縮ですが、出演者の皆様には一旦スタジオご退出いただきましてね、はい、暫時失礼いたします。すいません。